涼しなったら富士急ハイランド行きたい。新しい乗り物できた言うて。うわー怖そうやな。いやもう絶叫系が無理ですからね。あれ絶叫ダメです。全くダメなんですよ。ダメです。以上でした。いやでも行くのは楽しいですよ。あのなんか行った結局行って乗りでじゃんけんして誰が乗らなかったとかもうそれはもうしないですけど。いやね、じゃあ高いとこ一番嫌がってたもんな。ダメです。でも行くのは楽しいです。みんなで遊びに行って、ほんで僕乗れないです。あ、わかった。って聞いてくれるんやったら全然行きたい。いやそれで行って富士急ハイランド行って、いや僕いいです僕いいです。でも楽しいんですよと意味わからんじゃん。いや、やっぱあの雰囲気とか。とかいうの聞こえてんのがいい。なんかわーがーとか。でも行けるやつもあるやろ。メリーゴーランドとか、うん、あそこまで下がる。下がります。へーゴーカート。あー、うん、まあな。でもなんかネーミングセンスというかなんかちょっと違うよね他の遊園地とは。ゴロンパとか、うん、あー高飛車とか、うん、ええじゃないか。ええじゃないか。なんか会議楽しそうやなっていつも思う。そうですね。なんか名人級。ああ病棟、病棟めちゃめちゃ怖いお化け屋敷、うん、めちゃくちゃ怖いであれやった。言わないです。1時間ぐらいかかるでしょ。いやほんまにようできたね。こうやってなんか持たされて、怪獣電灯、はい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 、ほんま1時間ぐらいかかんねんけどちょうど40分ぐらいでこれ切れるようになったんだ。うーわー電池あーって怖っ。動かれへんで1時間以上かかんねんほんま。東京女子医大より時間かかったもん。あっちの方が見え。めちゃめちゃ混んでんのに。迷宮、まさに迷宮病。迷宮病と迷宮ではない。ちゃんとした病院。いや、その家族でこの間ね、行ったんや。ちょっと前に。富士急？はい。家族呼んで、ビッシャー、ビッシャー、タカビッシャー、ボーン、うわーってなるやつ。2回乗ったで。へぇ、めちゃくちゃおもろいわ。あ、みんなさん乗れんすね、うん、乗った乗り物の中で今まで一番怖かったかもな。早い。あでもうわぁ怖っ。それ嫁はんとは絶叫マシーンに付き合ってた時よう行ってて、ほんまに 80m か垂直落下とか5回連続乗ったりとかしてて、嫁はんもわぁおもろいなみたいな。割とこう絶叫 OK カップルやってんけど、はい、高飛車2回目の時はああもうええわって言った時は年いったなと思ったのな、めちゃくちゃええとこあんだよ、俺この間行ってん、うん、家族で、うん、でうち奥さんもあかんし、うん、俺もあかんねんけど、はい、テーマパークでしょ。おう、ね伊豆グランパル公園。ほう、あ何があるの。いや遊園地やねんけど、はい、すっごいこういいミニマムな遊園地。動物園もあるとこじゃないですか。カピバラとか。あそこよみんなで行くのがいいかもな。これ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 。あーこれできへんもん。これは俺もやってんやけど。ここ。すごいですね恐竜。あ夜綺麗。めちゃくちゃ綺麗じゃない。そういやこれ夜は俺見てないけど。お。子供やもんほとんど。あ来た来た。あこれ怖いな。怖いな。あ車ね、カードね。カード。あーこれいいですよ。クリアな。これでも恐竜がおるからな。うわ怖。怖あるか。恐竜おるからな。怖あるか。恐竜おるから。いや別に。うわ怖。その辺おるだけやもん。おばはんやないか。あれ見て怖がるのおばはんだけやん。あとはもう。ジップライン怖いわ。これ無理ですわ。あでも低そうですねここ。あこれやったらいけるんじゃん。ちょうどええ感じやろサイズ。そうですね。うん、いやこれはもうアメリーゴーランドとかね。アルコール薄めですわ。あそう。ダメですか。僕泥酔ですよ。いやもうこんなんもう俺からさ左右やもん。マジですか。いやお子さん連れにはいいよ。俺だからここを施設にじゃなくて、俺もっと刺激強いの欲しいね。なるほど。これ怖いな。これ怖い。え。ウォーターこれ怖い。ウォーターバルーン怖い。これ怖がってる人見たことないけど。いやこんな膝とかガーたんねんってこうちょけてたらね。ちょけてたらもうおばはんおばはんや。熱そうやなあれ。
暑そうはあるですそれもおっさんその中暑そうやんめっちゃいいですやんこれもう子供やこれ子供やんこんなめちゃめちゃいいやんいやこれ子供と行くとこですね、うん、あ VR やんいや VR に反応してるお前見てるやつあの画面に出されへんからいや別にここで見る分はええやろやんみんなでなここで親御さんは後ろから見んねん あっこに出てんねんそうなこんなこんなしてんねんやーってお前見てるやつ絶対出さないこっちの動きばっかりやまあねロケもまたねねえ行きましょうよ、さあというわけでおなじみ都道府県トークこの箱に入りましたカードに書かれた都道府県にまつわる話をしていこうということです。ありがとうございます。19県行きましたね。だいぶあるなまだ。はい、以外ということでこちら。あ、宮崎。宮崎。うん。これはもう天孫降臨。うん。高千穂。天照大神様。ですよね。ありがとうございます。ここで高田掛け軸飾ってます。行かしてもらったな、俺も高千穂。俺でも高千穂行ったことないんですよね。めっちゃいいとこ。宮崎市からめっちゃ遠いんですよね。そう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 。なんやったら熊本空港からのが近い。近い。ああなんかそうだよな。いいんですか高千穂今日は。めっちゃいい。もうかっこええな。はい、うん。ほんまになんか神社があって。神社。あそう。高千穂神社やったかな。でそこから上だ下がっていったらもう橋とかちょっとハイキングコースじゃないけどそんな感じになっててこうやって見たらもう。あてるどうかここそうそうボート漕いだなあ有名なあでもこれは乗らせてもらってないですねえー、でこれねえいいですねうん僕奥さんが宮崎の人間なんで冷や汁作られる自分で作ってはないですうわ憧れやわ家で冷や汁出てきたら嬉しいなあの冷や汁の素みたいなんでこう作って出てくることはたまにな、うん、ありますねなあるんですよ新宿の駅のところに宮崎のアンテナショップ、うん、あでそこ行ってたまに買っていや美味しいよな宮崎美味しいですねチキン南蛮チキン南蛮小倉ね小倉のチキン南蛮発祥の地と言われている、はい、なんかファミリーレストランみたいな形なんですけども、そこで、出てるチキン南蛮が発祥の地と言われている美味しい、うん、美味しい飯屋丼のチキン南蛮超えられへんのじゃん飯屋丼言うなもう弥生県に変わってあそうか飯屋丼の時代分かるよイメージやねもう俺はなんかあるじゃないですか弥生県って定食屋さんがチェーンのそこのチキン南蛮がもうほんまコンビ組み立てぐらいの時もしょっちゅうあのベースのすぐそばにあったんでめちゃめちゃ食べたあれうまい未だに食うよな俺も食うよあれを超えるの本場はいや超えるっていうかまだちょっとちゃうねん違うジャンルああでなんか昔渡部さんに聞いたことありますけどもなんかそれこそなんか有名店東京で有名店の、お肉はほとんど宮崎から送られてるみたいなも聞いたことありますねいや宮崎地鶏もめちゃくちゃうまいもんなうーん俺行くとこあんねんけど宮崎料理屋さんはいめちゃくちゃ美味しい、昔はもう宮崎言うたら新婚旅行の地やったりそうですよね俺らの時代もちゃうけどなんか青島神社言うてねなんか島みたいになっててでそこに神社あってそこに行くまでの海岸のところにおしゃれな店いっぱい建ってて、そこも最高にいいですよちょっと前に行きましたけどねだいぶ前にサーフィンやる人とかねゴルフやる人結婚式も宮崎でやりましたしシーガイアそう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 シーガイアシェラトンホテルシーガイアもなくなって、ね、昔のあのプールあったところやね、シーガイア。そのホテルでプランとしてはあったけど、我々は希望して青空の中、要は野外で結婚式みたいなをやってで、プランとしてはあったけど誰もやったことがないですみたいなので、じゃあやりましょうって言ってオープンエアのところで、椅子を置いて、結婚式やってで、パカパパーンって僕らが出て行ったら、もうなんか早々に岩尾がこう、なんか調べると神妙な感じへなんかちょっと泣きそうな感じで
ほんで見たらもう早々に屋外でやってるのよ、ここ真っ赤なってびっくりするぐらいですよ。へえ。また見えるだけの火がなすごいから真っ赤っかやって俺もそれ見てめっちゃ笑って、うん、バージンロード歩いた覚えがいやだからこっちはちょっとうるっときて泣いてる顔見られたないからこうちょっと顔を伏せる、うん、ほんなら余計こう赤なって見える赤いとこ見えてるアルフォンソマンゴーみたいな皮がな赤いね太陽の卵がこう見えてたという、うん、だからそこで初めてもちろん奥さんがそこ歩いてくるとこで奥さんも初めて見ましたしで向こうのあのご両親とかもその式の後にそこで初めて挨拶さおめでとうございます言ったら奥さんのそのお母さんがこう頭下げたらあこれが噂のヘリポートですかって言ってきた、うん、第一声、うん、親族がそんなこと言う第一声でいつもお世話になってますとかありがとうございますそれは俺も何とも言われへんけど何その義理の息子の例えいきなり出してきてんねんみたいなそれぐらいこう絆をね育ててくれたのか、まあ、もうそれぐらいね、うん、見てますよってことやろってことやん。チャンネル登録お願いします。屋外でやってる前はここ真っ赤っかなったんだ俺もそれ見てめっちゃ笑ってバージンロード歩いた覚えがアルフォンソマンゴーみたいな感じになってる皮がな赤いね太陽の卵がこう見えてたという